皆さんこんにちは整理収納アドバイザーの永谷由美子です今日はですね下駄箱の整理収納の基本についてお伝えしたいと思います下駄箱の整理収納なんですけれども私ねあの家の中で一番簡単な場所だと思ってますあの靴以外のものあまり入ってないと思うんですよねあとは本当に玄関周りで使うものしか入っていないはずなので どんな方でもね本当ねすぐにできてしまう整理収納じゃなないいかなと思います。タイミング的にはそうですね衣替えのタイミングぐらいで年に2回ぐらい整理と収納していただいてお掃除していただくのがおすすめになります。今日ねこれ見た方はすぐにやりたくなると思いますよ。 えー、下駄箱のですね整理収納の流れなんですけれどもまず最初にしたいのは整理ですねなのでとにかく全部出しますこれねもう本当全部出しましたで出す時にやみくもり出すんではなくってやっぱりねその後整理しやすいようにまず人別ですよね人別に分ける あとはあのアイテム別、種類別に分けるみたいなことをしていただくとその後の整理がスムーズにいくかと思います。ねすごい久しぶりに全部出すぞみたいな方もいるかと思いますが出したら必ずお掃除、ね、してみてください。はい、えー、ではですね、これ今、人別に分けてみた後になります。で 整理はもうしましまた。靴の整理ってすごく分かりやすいと思うんですけれどももう本当にね履いてるか履いていないかだと思います。で履いていない靴どうしてかなと考えたら痛いとかねちょっとこう汚れてるとかもう本当分かりやすく整理ができると思います。女性だと今ここに残した靴でで、全部足ありますけれども、 大体平均して10足から15足ぐらいの方が多いんじゃないかなと思います。で、えっと残した靴を今こうやってちょっとエリアに分けているんですけれども、エリアがですねどう分けたか紹介していきます。まずですねこちらなんですけれども、これはオンシーズンの靴で本当によく履く靴ですね。毎日のようによく履く靴をまずこちらに置きました。で次に。 オンシーズンなんだけどたまにしか履かない靴ありますよね。サンダルとかレインシューズみたいなものが入ってきます。で、えっとオフシーズンの靴がこちらになります。ブーツとかね、あの今履いてないよオフシーズンの靴の塊です。でもう一つあってあのこちらなんですけれどもちょっと特殊な靴ですね。例えば関空送材用の靴とか。 あ趣味の時にしか履きませんよみたいな靴ってあるかと思いますこんな風にして4つ人の中でも4つのエリアに分けておくとこの後収納の仕組みを考えるときに分かりやすくなりますそれではですね、収納の計画を立てていきますで、その際に必要なのはサイズを知るということになります 一番ね、重要なのは、あの、下駄箱の幅になります。幅が、こう、何センチかということが分かっていると。そこに、何足靴がね、あの、並んで入るかということが、もうすぐに見えてきます。で、例えばですけども、こちらでしたら、今、80センチ弱になるんですけれども。あの、皆さん、靴の幅、どれぐらいあるか、わかります。女性の靴で、大体ね、二十センチぐらい。 で男性の靴だとだいたい22センチから25センチぐらいありますということはこれ80センチで考えると女性の靴なら4足で男性の靴なら3足並べて入るなということがわかりますで反対側のこういったねあの収納のスペースも幅を知っておくとまぁ、あ、そこに靴を入れるのか まあそれともね玄関で必要なものを入れるのか何を入れようかなみたいな収納の計画につながりますあとあの奥行きとかね高さみたいなことも知っておくといいかなと思うんですけれども高さはだたいねこう調節ができるところが多いと思いますのでぜひね入れるものに合わせてこのね調節を行ってください。結構入居したままそのままままその使ってますっててすす方が多いように感じますということでまずはサイズを知る。 ということになります収納する場所を決めていきますまずですねあのこういった一番使いやすいこちらの段にはやっぱりですねオンシーズンの靴で毎日履く靴とかまあ、たまにしか履かない靴もねここに入ったら入れてもいいかなと思いますで次にちょっとこの上を見ていただくと 上はもう本当にね手が届かないようなエリアになります。なのでここにはオフシーズンの靴をしまいます。あとあの観光走査の靴みたいなたまに本当にね稀にしか使わないような靴もこちらのコーナーでいいかと思います。でこちらの細い部分なんですけれどもこちらにはあのたまにしか履かない靴とか趣味の靴も入れようかなと思うんですけれどもあと雑貨類ですよね。 下駄箱にあると便利なそういった雑貨類もこちらにしまっていきたいと思います、えー、メインの収納が完成しましたこちらでは考えたいのは誰がどこを使うかということになりますで、えっと一番高いところをお父さんが使う場所で2番目がお母さんで今はお子さん小さいのでお子さんが下ということになります こうやって誰がどこを使うかということをはっきり決めておくと、まあね、持てる靴の数も決まってきますしそこをを、ね、本人がせあの責任を持って整理できるかなと思いますでここに入っているものは、まあ、もう本当によく使うものばかりになりますのであの考えたいのは本当に取り出しやすいかどうかしまいやすいかどうかということになります。なので あの幅がねちょっと見ると少し余裕があるようにも見えますけれどもこれぐらいね本当にね余裕がないと出し入れがなんとなく面倒くさくなってしまうので余裕をを持った収納を心がけてくださいで女性の靴なんかでも中にはね少し幅が広いものなんかもあると思うのでそれであのぎゅうぎゅうになっちゃうなと思うんだったらもうあのこんな感じで向きを変えて入れていただくのもありだと思います。 こうやってね、たがいちがいに入れていただくと意外とね、あの収まりが良くなったりもします。で、よく使うものはね、こっち向きで入ってる方がもしかしたら取りやすいかもしれないですね。で、お子さんのところには、なんかこうサイズアウトした靴とかね、これから履こうと思ってる靴もね、入れる方多いですけれども、本当に今履いているものだけという風にしていただくと、 きっとね。あの子供も分かりやすい。自分で靴履いてお出かけできるんじゃないかなと思います。上段の収納が完成しました。こちらはですね。あの普段もう手が届かない部分になりますので、オフシーズンの靴を中心にしまっています。で、上の方なんですけれども、本当にあのオフシーズンのこうね。背が高いブーツ類をしまっていて、今あまりねしないというこの趣味の山登りのブーツも上に入れました。 であのオフシーズンの靴に関してはもっとたくさんある方はねぎゅうぎゅうに入れてもいいと思います今はあの量がそんなに多くはなかったんですけれども一段棚を増やしたかったのでこういう突っ張り棒を使って突っ張り棒を2本使ってあのしまってますでこの辺がすべてオフシーズンの靴とあとこれから履こうと思ってるねお下がりでいただいた靴もここにしまってます で観光そう用の靴なんかはあの箱のまま置いてらっしゃる方が多いと思いますので、そういったものはこんな風に本当に箱に入れたままあの閉まっておくといいかと思います。縦長の部分の収納も完成しました。えー、こちらもですね、あの高さでどこに何を入れるかというのを決めていっています。まずあの一番上なんですけれども上の部分はやはりここも手が届かないエリアになりますので、今ねあの来客用のスリッパを収納しました。 最近ちょっとね来客が減ったということでああのあえて上にいたたししましたで次があのこれもちょっと最近使ってないよということで水遊びのあののご夫婦の分を入れていますであとこちらがですねあのランニングをするよっていうようなグッズを入れてるんですけどもでランニングする時に一緒に使うものがあればあの一緒にしまっておくのもいいですよね。 例えば帽子とかあとこちらはあの安全のためのこう腕に巻くような,なんかね一緒に使うものがあれば隣に置いておくと忘れなくて済むかと思います。でこちらはあの奥様がたまにしか履かないと言っていたレインブーツとあとサンダルが入ってます。でこちらはですねちょうど薄いコーナーになりましたのであのレインコートをしまってます。 あのちゃんと乾かしてからこうねたんでシュッと入れてこれだったら忘れそうにないですよね。で、あのここはねあのお子さんのコーナーにしたんですけれども、あのこちらこのぐらいだったらお子さんも手が届くということでヘルメットとあとはこう外で遊ぶときに使うようなグッズも入れました。なんかあの虫刺されたら困るなとかだったらそういったスプレーも一緒に入れておくのもいいかなと思います。で下なんですけれども下はあの傘を 入れる場所にしました。で傘だったりとか、あと自転車の空気入れですね。でこういったあのちょっと剥がせるようなフックをつけることで折りたたみ傘もあの見つけられ見つけやすいかなと思います。で最後あの下に入れてるのがこちらなんですけれどもこれはですね靴のまあ,あのケア用品入れになっています。で防水スプレーとかまあ靴磨きをするようなもの。 こういったものを使うエリアは結構下の方で使われる方が多いのであ,のあと重たくなってますのでこちらは下の方にセットをしました。ということでちょっとしたねこう突っ張り棒なんかのアイディアで、まあ、傘も十分に入れられれらるる収収納納ががでできかかなと思いまますす高さをしした収納が、ね、これで完成してます、えー、玄関の床の部分なんですけれどもここはねできればもう何も置きたくない部分ですよね。 あのよくねいろんなお客様のお家に行くとここにぎっしり靴があったりしますけどもやっぱりね何もない方が掃除しやすいのであの家庭,家庭でルールーを決めていただい,たらいいいいたただらかと思いますで最小限にと思うとあれですよねちょっと玄関で皆さんが履くようなサンダルを置いておこうとかねあとはあの今日履いて帰ってきた靴だけは出しておいていいとかね。 そうういいいったた感じでルールーを決めていただいてだもうなるべく何もないすっきり余白があるような状態にしていただくとこののの余白の部分ににねねななんかあの緊急で置きたたくなるものってたままありますよ、ね、例えばゴミを明日出すから置いとこうとかねちょっと届いたお届け物をここに置いとこうとか濡れた靴少し干しとこうかなとかねいろんなことに使えますので、まあ、本当にきれいにすっきりさせて余白を大事にとっていただくというふうにしていただくといいかと思います。 えー、下駄箱収納なんですけれども、スペースに限りがありますので、こういったね。扉の内側も収納空間として使いたいという声をよく聞きます。で、扉をこう開けていただくと棚板とこの扉の間ってだいたいね。45センチぐらい隙間があったりするんですよね。なので、あの私もねよくやります。 例えばこういう粘着式のフックみたいなものをつけて、まあ靴べらをつけてみるとか。あとはあのまあ日傘みたいなものもね。忘れたらやだなっていう場合はこういうのつけてもいいと思います。で、こちらはあの無印良品の扉にかけられるフックなんですけどもまあこれ内側につけていただいて、まあこんな風にかけとくと、日傘もさっと取り出せるかなと思います。こんな感じであの扉の裏も活かしましょう。 あとあのスリッパをねここにかけたいなーなんて方はあのタオルハンガーみたいなものをここにつけていただいてそこにスリッパをあの入れるのもギリギリねあの厚み入るかなと思いますいろいろねあの試していただいて十分に活かしてください、えー、玄関ねやっぱりあの湿気とか匂いがすごくね気になるかと思いますで湿気対策なんかも本当にもういろんなものが売られてると思います例えばこういういののももとかも まあ、今余裕を持って入れてますので隙間にちょっとこうね入れてもらうあの奥の方がいいかもしれないですねですると靴取る時に邪魔しないかなと思いますこういったのもあの湿気を取ってくれるんですけどこれすごいいいですよねあのコーナーにこんな風にして置いていただいたりするといいかと思いますあとですね、あのー、これは、えー、とおいなんですけれども匂い対策として無印良品の商品でレッドシダー 木のいい匂いがするんですけども、これを靴の中にポポーンとかってこんな感じで気軽にこう入れといていただく。そうすると嫌な匂いをこう吸収してくれます。20本入って500円。で、あの削ると何回でも使えるので結構お得かなと思います。はい。ね、間違って一緒に入いてしまわないようにこんな風に入れておくといいかと思います。はい。いろいろ工夫してやってみてください。いかがでしたか。 下駄箱の整理収納についてお伝えしてきました家族みんなでやっていただくと本当にね簡単にできてしまうと思いますよあの本当にね整理してこれだけすっきりするとまず気持ちいいですよね多分自分自身だけじゃなくって帰ってきた家族もいらっしゃるお客様もねみんなあのこういうお白がある綺麗な玄関だと心地いいかと思いますこうしておくと多分ね一番感じるのが時間 の,あのメリットだと思います探し物なくスムーズにお出かけできるっていうのはねすごくいいことかと思いますので、えーまあ、家の中で本当一番簡単にできる場所かと思いますので家族みんなでぜひね整理していただいて、まあ、収納もこの基本の通りにやっていただくといいかと思います。実践してみてみください